藤木優は、日本の俳優。東京府江原郡江原町出身の大阪府大阪市、西成区育ち。身長180センチメートル。血液型 A 型。趣味、特技はフェンシング。本名は、鈴木優三、大阪府立大鳥高等学校、同志社大学文学部卒業。大学在学中の1951年。 全日本フェンシング選手権大会男子エペ個人優勝。後に映画リオの若大将では出演するとともにフェンシングシーンの監修も行った。1953年東方ニューフェイス第6期に合格、同期に岡田雅美、宝田明、佐原健二、川内桃子らがいた。翌年の映画マコをソルベシでデビュー。イカサマ新主録の競馬予想や役で注目され、 サラリーマンシリーズで人気となり、共演した高島忠夫とは親友だった。他には、隠し取りでの三悪人、小早川家の秋や、キングコング対、ゴジラ、テレビドラマ、青春とは何だに出演し、1974年に、フリー。テレビドラマ、アイフル大作戦では、主人公役の小川真由美に振り回される刑事をコミカルに、バー,ー大作戦と、メン75では、 叩き上げのベテラン刑事を演じた。千葉真一主演の時代劇、野ギ暴れ旅では、相棒役の桜木健一と前話絶妙な掛け合いを演じ、1980年代にフジテレビの火曜ワイドスペシャルで放送された、竹ちゃんの思わず笑ってしまいましたでは、刑事ドラマをパロディにした、太陽に叫べ、で、ニンニク刑事役を演じた。G メン75に出演していた頃、 少し風邪をひいただけで弱気になって死ぬ、死ぬと連呼すると雑誌にエピソードを紹介されるほどだった一方で仕事が好調だったこともあって毎日暴飲暴食と通院を繰り返し俺は藤見優だなどと自分の名を洒落て交互していたがそれがたたり後に糖尿病を発症末梢神経障害で足の指先を少しではあるが切除することとなった以後 妻の協力もあり、健康に気をつけ、自らの体験談から糖尿病に対する警告を促していた。2005年12月19日午後7時55分、肺血栓速縮症による多臓器不全により74歳で死去。この年公開された映画北の霊が遺作となった。鈴木雄造に関するカテゴリー、ありがとうございます。